どうもお疲れ様です。相場解説をさせていただきます。本日は4月8日土曜日、まあ、深夜2時なんですけども、昨日ね、22時から23時の間に、まあ、材料がドーンと出まして、あの例の米国雇用調整ですけどもね、まあ、その流れをちょっと今から振り返ってみようと思いますけども、まあ、当然ですけどもね、ここに出てる大きな要選がその影響だと言えます。 で、米国雇用調整があった時ってのは、大体こういうふうにね、大きな突き上げがあるんですけども、それが上に行くのか下に行くのかはちょっとわかりにくいと。で、今回みたいにね、下に行くのかなと思わせて上に行くみたいなパターンもありますんで、ポジションは持たない方がいいですよということをいつもお話ししております。さあ、ちょっとね、見やすいように15分に拡大してみましょう。えっと、金曜日にずっと申し上げていたのは、まあ、レンジオプションですよ。こういうふうね。レンジオプションで、ブレイクのためのレンジオプションですから、この中で、 もちろんね利益を取っていってもいいんですよ例えばえっ、ー、と下から伸びてきたのがここにぶつかってエントリーポイントが来るとでこうですねそれぞれエントリーポイントがこうやってありますエントリーポイントが次のための,あの玉を持つポイントでもあるんですけどねで結局ここから下がって振りをつけて大きく突き上げという形になりましたさあそこからですね 週が明けて、おそらくこの辺りのペースで、レンジをまた作っていくんではなかろうかと思いますけども、それはね、また、あの、日曜日にでもお送りする相場解説の時にお話しましょう。さあ、今回ですね、米国雇用調整の方を引っ張ってきましたので、一緒に読んで終わりにします。米就業者数、3月23.6万人増、2ヶ月連続で鈍化ということです。えー、米の労働局、アメリカですよね、労働局が、 7日発表した3月の雇用統計によるとこれによって奴隷の相場が動いたってことになります非農業部門の就業者数は増えたと伸びは市場予想通りと、うん、3.6から3.5に失業率も低下したということですよね、まあ、そういった現象があるよってことですここから何を読み解くかっていうのは全部後付けになりますんで、ね、また今後もテクニカルでしっかりと利益を上げていきたいと思いますですんでテクニカルが効かない時っていうのはファンダメンタルが効いてる時ですから 今回みたいなファンダメンタルのこね月に1回必ずこの米国雇用統計ってきますんでポジションは外しておくようにお話して今週も終わりたいと思いますそれではお疲れ様でした